富山記念は2日目を終えました。優秀の春宝剣賞は、九州勢服部克久が先頭で選考体制に入ったんですけれども、もう渡辺和成がジャンの時点で巻き返してきた。これでちょっと九州勢苦しくなりました。さすがに和成に叩かれて、まあ、そこを脇本が足を溜めていったところ、まくり切って、脇本はただやはり体調が優れないようで、まあ、レース中だけはなんとか責任感で走っているんですが、まあ、レースの後だったりはものすごくきつそうにしています。なんとか、まあ、大事なく体悪くしないままに残り2日間、完走してほしいなと思います。カズナリにしてもちょっと状態は良くないみたいなので、準決勝どうなるかちょっと不安もあります。二次予選は地元勢が大いに活躍して、支部長の宮越一体、連勝、宮越はこの地元記念の決勝になんとか乗りたい、もう夢の舞台だというところ、準決勝は本当に死に物狂いで突っ込んでくると思います。準決の推奨レースをやっていこうと思います。狙いのレースは準決勝最終の12レースです。並びは7番、1番、4番、渡辺和成に神山雄一郎、そして浦川隆明、2番、5番、五十嵐力に勝瀬拓也、9番の山田秀明は短期、8番、3番、6番、岡崎智也に千と千代がつけて大庭正憲、まあ、和成、神山雄一郎、まあ、連携実績もあって2人非常に、まあ、決まってもいるので中心は揺るがないんですけれども、まあ、和成がちょっと腰なのか状態が良くなさそう、岡崎は挑戦者で攻めてくる、五十嵐は中段を譲らない、少し、まあ、和成がとにかく警戒される流れになると、この9番の山田秀明の一発が浮上するのではないか。まあ、和成や神山に決勝に乗ってほしいというのは大きなところなんですけれども、この苦しい展開になって山田一幕の時に非常に大きな配当があるのではないか、少し攻め心も交えてなりますけれども、山田全然勝負しようと思います。脇本雄太が苦しい中戦っています。福井記念での稲垣一幸、高熱を持ってままちょっと走っていて、まあ、稲垣も責任感がすごく強いので4日間走り終えたんですけれども、ちょっとこの選手の、現在の直前欠場であったり途中欠場のペナルティの部分少し見直す時期なのかな。ちょっと選手のこのかかりすぎている負担、選手の本当に体を守れているのかなというところがこの何場所かで見られていると思います。なんとか無事を祈りつつ、和成や脇本の走り見届けたいと思います。